つは驚いた。まさかこんな仕込みをしていたなんて。あんたらの誕生日は覚えてたが、自分のはすっかり忘れちまってたよ。ふっ、ルカには日頃世話になってるからな。生誕を祝うのは当然だ。ちなみに私はろうそくを立てたぞ。見ろ、完璧なバランスだろ。ああ、確かにこいつはすごい。まるで絵の中から飛び出してきたみたいじゃないか。ありがとう。大切にいただくとするよ。そら、あんたたちも食べな。せっかく用意してくれたごちそうなんだ。みんなで景気よく楽しもうじゃないか。シグルド、見てくれ見てくれ、今回の絵は歴史に残る最高傑作。貴様にはその目撃者になる栄誉を授けよう。さすがだね、アンナタソン。けど私も負けないよ。芸術の神が舞い降りたかのようなこの完成度、ぜひご賞覧あれ。何をバカなことを。あなた様への愛をありったけ詰め込んだ私の絵こそが一番の傑作に決まってます。あらあら、私の性格無比な筆致も捨てたものじゃないわよ。伊達に毎日メスを握ってるわけじゃないんだから。私の筆さばきだってなかなか様になってたろ。それでお前さんは誰の絵が一番だと思うんだい。